初心者の人を完全に、グリーンパーク風貌に連れていくのですが、このルアーはとりあえず持っていける。まあ、なんと言ってもディープカッパーでございますよ。グリーンパーク風貌であれば基本的には、まあ、小さめのボディのものであれば 3.5、あと 4.5、ね、ロールスイマーの5。あと、まあ、初心者の人には難しいなって言ったら、どうしてもスローじゃないとか、初心者の人にあんまりゆっくり巻けって言っちゃダメよ。ゆっくり巻くと、当たりが小さくなるから、もう一つ合わせなくちゃいけなくなる。で、早く巻いてると、目合わせになるから、初心者の人には、軽いものを持たせない。飛ばないでしょ？ストレス溜まってつまんねえってことになるんですよ。だから一緒に次また行こうぜって言ったら、俺行かないってなっちゃいますからね。ある程度重たいものをピンって、おお飛ぶじゃんって気持ちが良くなるのよ、あれ。ね。基本的にはそういう部分を持たない。ただどうしても軽いものじゃないとダメっていう時にアルミンですね。アルミンもでも、あんまりちっちゃくない 2.5 グラムぐらいのですね、やつで。まあ、アルミン 2.5 大きいですから。ね、それゆっくりこう任せて、で、こう取らせるっていうのもね、アイテムだと思いますよ。カントリーで妖怪をするとき、必ず放流があると聞いたんですが、本当ですか？放流があるときもあるし、放流が全くないときもあります。はい。これはそこの、管理釣り場さん次第です。カシマギの場合にはですね、放流してもすぐには釣れない。だから何日か前に放流してますね。さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめオンラインサロン YouTube バージョンの方でですから、こう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えしてちょっと楽しみたいな、よかったらぜひご入会をよろしく。